なんか室内ならいいかなと思って。ティッシュがない、後で拭けばいいか。持って帰ってくるときに多分ね、汁、あー今持ってくることになった。ティッシュ持ってくる。よし、何もよしじゃないんだけどさ、今のところ。よしよしよし、食べよう。いただきます。なんかこの部屋暗い。今日は猛虎じゃないのね。この後あるからさ、やめといた。いただきます。白い服汚しませんように。なんかさ、誰々はって聞いてくるけど、私の配信なんだから基本一人じゃない？そう思わない？私だけ？そう、たまにいたら、あ、一緒にやってるんだぐらいじゃないの？意見で他の木の人はってコメントしてるようなもんじゃない？思わない？いただきます。しかもこの後さ、ボイトレさ、先輩しかいないんだよね。17期いなくて恥ずかしくて、もう誰の目も見れない。1日分の野菜は取れるけど、めっちゃ味濃いわ。嬉しいけどね。あの、健康面を考えたらやばいんだろうけど、ただあのラーメンとしてはすごく好き。お箸の持ち方が素晴らしい。だって、いや、私ちゃんと直してたのかな。なんかもともと違う持ち方してて、なんかさ、こうじゃん。見えないね。なんかなぜか私、中指じゃなくてお姉さん指だったかな。で、なんか中に入るやつが、もうちょっとその持ち方できないけど。で、なんか家庭科でさ、豆つかみ大会があって、それで、そう、正しい箸の持ち方やって直した。でも鉛筆が直らない一生。なんかお箸は近い持ち方だったから矯正できたんだけど、鉛筆がマジで変。分かってるの、分かってるんだけど。字が汚くなるけど、鉛筆正しい持ち方か、持ち方変だけど字綺麗に書けるやつかみたいな。
ボイトレ仲間がいたらネギシ行きたかったけどいなかった。なんかね、さっき田口さんがエビ好きって言ってこれくれたから食べる。いただきます。そう、田口さんにも鼻声心配されちゃった。うん、私は元気なんだけど鼻声が治んない。うんふん、辛くない全然、めっちゃ美味しい。うんふん、おいしい。3,400円、それ持ち帰りとかじゃない。エビめっちゃ美味しい。いや他も美味しいけど。みんなはお昼ご飯食べた？ラーメンをパスタみたいに食べる？パスタみたいには食べてない。ただあんますすらないね。お寿司食べました。お昼まだ迷ってるから多分もう食べない。だってネギシーな。お昼アンパン、アンパンマン。アンパンパン。私は一人で行ったことない。仲間と食べればよかったな。あさん、あおさん、くまたわ、ありがとうございます。ありがたわポコ。すするの苦手、飛び散るからやだってだけ。アレンジしだす人。なんかめっちゃ固めちゃった。おいしい、おいしい。やっぱご飯だわ。
暑い。そう、じんわり汗かいてきた。なんかさ、今食べながら思ったけどさ、食べ方って難しいね。なんかさ、例えばさ、骨付き肉ってさ、めっちゃ難しいじゃん、食べるの。それをさ、配信で食べるぐらい、私は全ての食べ物をもう配信で食べるハードルが高い。だってすぐみんなさ、あれじゃん、この子は食べ方がって言うじゃん。気持ちはわかるけど、ね、だから大体ね、無自覚なんだよ。見てて思うの、ラーメンぐらいすするよとか、どうせいつかみんな言ってくるんでしょ。食べ方指摘今んとこされてない。ただなんかよくさ、インフルエンサーの人とかさ、されてるじゃん。もういいじゃんって思う、人によってはね。なんか明らかにさ、簡単そうなさ、おにぎりとかでさ、ボロボロに崩れちゃうの見たらさ、あーってなるけどさ、なんかクリーム溢れてきちゃうやつとかしょうがなくないって思う。ちゃん道着姿 X で見たよ、イケメンすぎた。だってイケメンか、あれ。ありがとう。でもいってる人がどれだけ綺麗なのか、確かにそれはそう。向かい舌ってあるじゃん、あれってもう本当に自覚なさそうで、なんか自分もさ、知らないうちに多分1回や2回はやってそうみたいな思ったもん。なんかちゃんとさ、あんまり食事のルールっていうかさ、肘ついちゃダメとかさ、あのお箸とお箸でこうやってやっちゃダメとかさ、なんかは知ってるけどさ、まあなんか幅広いから知らないのもあるわけじゃん。で、向かい字だって私あんま気にしたことなかったな。って考えるとさ、絶対やってると思わない、1回や2回を。右利きなんだって、なんかびっくりされてる。なんで？基本右利き多くない？
大阪公演の裏動画で雪田にカメラ向けてるシーンが大好きだって。もう完全にふざけてられる。もう終わったっていう達成感やばい、お腹いっぱい。ちょっと後でまた食べます。これラーメンはとりあえず食べ終わった。ごちそうさまでした。でも言うた後ね、ちょっとしか残ってないから、もらったやつも食べます。美味しかった、めっちゃ。ごちそうさまでした。じゃがりことさ、カフェラテも買ったけど、ちょっとお家で食べよう食べよう、飲もう。食べてあげるよ。だってダメ、あげない。うわー、よし。カフェラテは冷蔵庫入れとけ。そう、じゃがりこ今回はたらこバターにした。熱い、エアコンつけてるけど。食べて横になるのかと思った。え、なっていいのいつもならなっちゃう。だからさ、給食の後さ、寝転がれないじゃん、中学とかって。もう本当にそれが嫌だった嫌なポイント、そこだから武道場行って、部室行って、たまに寝転がってたなんか誰ともなんか話さず暇な時、なんか寂しいやつみたいになるけど、なんか仲いい子休んじゃってとかさ、そういう時はたまに寝転がりに行ってたあとなんかさ、国語の覚えなきゃいけないやつがあって、それも静かな場所で覚えたかったから、そういう時も部室だより。私ね、めっちゃ物質を有効活用してたと思う なんか基本はあのね、誰かと喋ったり遊んだりしてたけど、その仲良く休んじゃった時とかはっていう。そうやってた部室に先輩とか来てたら嫌だ。大丈夫、私が一番上だったからそう、女子の先輩なかったから。で、男女で部室別だから、あの同級生か後輩しか来ないの。てか後輩もなんか違う部室だったし、そう、なんか女子優遇されてた、あれなんか部室が3つに、なんか誰が使うんだかわからないトレーニングルームみたいなのがあって、トレーニングルームは使えないけど、女子部室2つ、男子部室1つみたいな感じだった。まあ女子の方が多かったからね、後半はっていうのはあるだろうけど。そう、だからもう入ってくるなら、あの同級生しかいない状態だったから、気まずーとはならないじゃん。ただ夏場めっちゃ暑かった。冬は寒い。畳だからマシなんだろうけど。シャワー室とかはあるの？中学だからないよ高校もある場所そんなにないんじゃない？だって武道場って熱こもりやすいもん、多分。20分ぐらいにやめようかな、理想で。なんかもうボサボサしてたけど。
なんかさ、お話し会の日やったじゃん、あの道着でやったやつ、オンライン。なんか市内持ってかない予定だったんだけど、お母さんがどうせなら持ってけばって言われて、それでさ持ってったの、持ってったのっていうかさ、結果的に持ってったんだけど、事件が2つ起きて、まず私は2年前に市内を組み立てようと思ったから、市内がバラバラ、竹は4枚揃ってるし、あのちゃんと刺さってはいるんだけど、鶴と中結いがあの外れてまして、あの自分でやろうとして、でなんか調べるのもめんどくさくなっちゃって、あの2年間そのままにしてたのだったから、やばい、頼る人いないと思って、いつもやってもらってたから、先輩か同級生の習ってた子に、まずいと思って、そお母さんと YouTube で調べてやってたの、市内を直してた。なんかさ、なんか2人でやらなきゃいけないっていうのは覚えてたの。なんかさ、支え役となんか鶴直す人みたいな、だからお母さんに支えてもらっててやってたんだけど、なんかやってるうちに、なんかなんであの唾をなんか鶴の下に入れて空間作ってたので、それを私すっかり忘れてて、なんかやってるうちに、あ、だから唾入れて、あのこっちね、こっちじゃないよそう、こっち丸いやつあるじゃん、そう、あれ入れて空間作ってやりやすくしてたんだと思って、あの引退して2年後にそのなんかピカってひらめいて思い出してそういうことかってなった。中結いは意外と簡単だった。ちょっと切っちゃうとさ、ちょうどいい長さに次できなくなりそうで怖いから長いんだけど。で、しない袋、あとそうだ、しない袋どっかやっちゃったっぽくて、唾もないんだけど多分物質置いてっちゃったのかな。でもなかったんだよね、持ち帰ろうとしたら。そうだから直したはいいけど持っていけないと思って、警察捕まっちゃう私と思ってむき出しで持ってったりなんかしたらどうしようって考えてたの。じゃあもう諦めるかと思ったら、お母さんがなんかめっちゃ長い布を出してきて、これなら入るよっつって、なんか市内置いて、その袋の上に畳んで、安全ピンとかヘアゴムで留め出してこれで持ってけるよって、ライフハック、ライフハック、うんで、そうな、無事持ってけた私のしない袋はどこへ行ったんだろう。そうだからさ、男子審査受けたくても、私さ、男子審査用の木刀もさないんだよ。なんかどっか行っちゃったの、退部する前、退部じゃないわ、引退か、引退して山荘会終わった後持ち帰ろうと思ったら、本当になんかなくなっちゃって、どこへ行っちゃったんだろう。なんか続ける予定なかったから探さなかったけど、無理に退部はしてないそうだから、そう、私がもしね、二段審査に行きたいってなったら、ちょっと中学まで行って、あの木刀貸してくださいってフ木刀もむき出しだと職質されます。バットも職質される、野球の職質っていうか、多分注意かなされる。何違反だったか忘れたけど、なんか長いやつは袋に入れて持ち歩かなきゃいけない、だからバドミントンも膨らんのかな。男子審査は僕と型があるの、型は僕とで、あの
もう名前忘れちゃったよね、もう2年もやってないと。なんだっけ、最初にやるやつ、やーめーんって言ってこうやってやってやるやつ、名前が出てこないけど、そう、ぼ、あの僕と落としない両方使う、試合はしないよそう、なんか知らない人とペアになってなんか勝手に組まれるからやるの。素振り違う、跳躍なんとか違う違うって、あの切り離す、めっちゃなんだっけとか言ったくせに違うと違うって次ってなんだったかな。もうね、一挙動の銘打ちしか出てこない、絶対違うのよの儀式違います、勝手に出会わせないで。自分も剣道やってたけど忘れた、忘れるよね何だったかな、忘れたけど、まあよく使うやつです。そう、まあそういうハプニングもありつつ無事お話し会できました。思い出そう、ちょっと無理本当に出てこない。そうだから、つい最近まで仲良いっていう言葉すら忘れてて、自分で直した場所なんだっけって思いながら調べるとき言ってた。何センチ切ったの？わかんない。何センチ切ったの？尊虚違う。尊虚違う。次のシングルは絶対のっちゃんの握手券で会いに行きますね。だってやった、切り返し、あ、切り返しだ、切り返し、そう切り返しだ切り返しだ、切り返し、そう切り返し、出ました、切り返しです切り返し、そうそうそう、おっしゃる通り切り返しだ。そう、切り返しはしない方は僕と、そうだ、ちょっと鼻声なのに高い声出しちゃったじゃん切り返しだって喉から出してた、切り返しだ。そう、もうマジね、本当にね、剣道部時代切り返しって言葉大好きだっただってね、切り返しが始まったらなんか各ブロックごとにあるの、なんかあの公演でいうさ、オープニング、中盤、エンディング、アンコールみたいな、なんかそんな感じでさ、あるわけ。そう、終盤か、そう、あるの。で、なんか剣道部時代もあったの、なんかあの素振り、あの基本動作、応用、基礎とかなんかいろいろあったの。そう、絶対にそのブロックごとの最後に切り返しだったのでも切り返しって言葉大好きだったのにめっちゃ忘れてた。そうだったわ。
なんで忘れてたんだね。しかも1週間前に普通に聞いてたのに、切り返しって、あ懐かしいって思いながら聞いてたなのに忘れてた。でも今となっては切り返しもちょっと罰ゲームだからね。この前久しぶりに早素振り跳躍素振りやったら案外できた。飛びながら左右にしない振るやつなに忘れた。これっしょ、なんだっけ、もう覚えてない、嫌いすぎて。なんとかの、なんとかの切り返しだった。なんとかの切り返し、なんとかのまでは覚えてる。の切り返しだった。なんだ、相互の切り返しみたいな今となれば懐かしい。あの時は地獄のようでした嫌いな方、嫌いなことは忘れるよ。あの嫌いになるほど何かをされたら覚えてるそうだから私は一生あの先生が太鼓叩くまで終わらない、あの跳躍素振りは忘れないそう、剣道部は運動部です。マジ運動部してると思う。運動部だしね。そう、私のところ太鼓で始まり太鼓で終わる、あとなんかカチャって詰まったけど、もし先生がこの配信見たら震えてるな。大丈夫、見てない、見てないっていう自信があるだってね、もう友達も見てないと思うし、私がだってこんなベラベラずっと喋ってんだよ、何十分と。私が逆の立場だったらちょっと見てらんないかも。 みんな見てくれてるからあれなんだけどさ、だってリア友がさ、なんかずっとさ誰に向けてかわからない状態で話してんだよ。あのあんまりショールームの機能を理解してない人だったらね、なんか誰にずっとそんな喋ってんだろうってならないショールームの機能あんまり理解してなかったら。ねえ、そうだからなんかインスタライブとかもあるじゃん、多分ああいうのも私は見てられないと思う。私生配信見てられないんだよね、飛ばしたくなっちゃう。太鼓叩きながら見てるかもしれない。ポン、もう稽古の時間終わってんねこんにちは、剣道の先生です。多分ね、あの先生の登場の仕方なんとなく想像できるから違いますね。てかまた登場しないと。この配信も早送りしていいですか。そうできたらしていいんだけど、できないからさ、ごめんねそう YouTube で飛ばし癖ついて、なんか長い動画ってめっちゃ見てられるのとさ、あちょっと興味ないかもみたいな場所ってやっぱ出てきちゃうじゃん。だから今の配信で言ったら、私が剣道の話してるけど剣道全然興味ない人からしたらさ、ちょっとなんか退屈な時間じゃないけど
じゃん。だから飛ばしたくなるじゃん。そんな感じ。全てに興味があるって素晴らしいじゃん。ノンが早口で喋ってくれれば。私今早口本当に無理。もうさダメ。咳はだいぶ治ったけどさ、次鼻よね。ごめんね、ズルズルして鼻かめよって話なんだけどさ、なくなっちゃった。ちょっとなくなっちゃってさ、耐えるしかないんだよ今。握手会に道着着てきた。いたよ。垂らすしかだって嫌だよ。一番気になる垂らした方が。周りに誰かいないの？いないの？いたら根岸行ってるのよ。服で噛めるぜ。だって最悪。なくなった割に、だって鼻噛んでないもんこれで。口拭いたり、あのスープこぼしたから拭いてた。アイドルネギシ好き。でも私ね、あのトロロがさ、まあ、好きだけど、好きじゃないけど嫌いでもないみたいな中途半端なあれで、そうトロロがない場所見つけてやばいと思って燃えた。トロロ抜けば、抜いただから前。でも値段変わらないじゃん。もったいなくない？もうさ、一生眠いんだよね、寝ても寝ても。どうしてだと思う？不思議とね、一生眠くて。今日なんてね、寝た方なの。2時ぐらいに寝て、5時半に1回起きて、ちょっともう一丁寝たかったから10時に起きたの。だから結構寝てるじゃん。なのにさ、眠くて。どうなった？すっきり起きたよね、どうせなら。遅いな、だって。でもね、布団に入ったのはあの12時半とかなの。ただなぜ寝れなかったかというと、なんだろう、世の中のね、いろいろにビビって寝れなかった。そう、なんかもうね、鳴ってないのに聞こえるの。ブーブーって聞こえるの、もうやだやめてって思って、もう寝れないじゃんその時点で。だから無理と思って、あのスマホ開いて音楽流すじゃん。ちょっと音楽じゃ足りなくて無理だと思ったから、あのアニメ垂れ流すじゃん。画面見たくなっちゃうじゃん。で負のループみたいな、もうダメ。で昨日はロケンを垂れ流しにしながら寝た。
なんかね、寝れるのルロケン見てるとなんかね、多分私の、ね、眠りやすいあのヘルツ、何あの声の高さ低さの人がいるのかもしれないって思いながら、最近寝れないって思ったら垂れ流して、ちょっと充電もったいないっていうか、充電しながら見るのあんま良くないんだけどさ。睡眠用 BGM なんて寝れないのよ今ルロケン8話ぐらい、あの名前が本当に覚えられない、どうしよう、もう主人公すら覚えられなくてもうやばいの、なんかどうしたっていう、覚えられない、なんかあの薫だけ覚えたは垂れ流さないのに、垂れ流したら汚いじゃん抜刀斎、一切り抜刀斎だっけ。アニメ見ててなんかさ、一個の呼ばれ方じゃないじゃん、だってなんか二つとかあるとさ、もうなんかわからない、やめてと思って。ケンシン、ケンチン、ケンチンは通り部かケンシン、それは興味があるのか、ある、ある、あるけど、あの寝落ち用で、ね、見てるから、多分あのね、あんまり頭に入ってないあんまり頭に入ってないんだと思う。寝落ち用にするな、だってなんか、ねね、寝やすい声の人がいる多分あ、そう、日村、日村だ日村けん、そう、なんか日村、あの聞いたらさ、そうだってなるの、ただ一発で出てこない。40になったら読みます。遊戯王も一時期寝落ちで使ってリメイクって声優同じだっけ？わかんない。そうなの？その見方でね、楽しめて、楽しめてる。なんか聞いてればさ、わかるじゃん。記憶してないだけで。あ、そんな名前だった、そんな名前だったっていう、なんかあのなるじゃん。だってさ、なんか学校ものでさ、全員の名前って覚えるの時間かかるけどさ、2話3話でもさ、名前聞けばあーってなりはするじゃん。そんな感じ、こんな名前だったなみたいな。いや、楽しめてはいるよ。そんな名前覚えられなくて楽しめないなんてことはない。ガトツ、わかんないサマノスケはなんか聞いたことあるから多分出てきてる。わかんないけど、8話ぐらいまで見たから、そのぐらいのキャラを想像していただければ。見てる人はあのあれ、あれまではちゃんと記憶ある。あの女の子がこの尾を作っちゃってみたいな、逃げてるやつが見た。
でその次が寝落ちで見たから覚えてないけど、あの履歴的に言ったら8話ぐらいまで行ってるので、もただ私の頭に入ってるのはそこまで。背中にそれはもうとっくに出てきてる。悪はだってあれって2話3話ぐらいで出てこない？さすがに出てきてる。そうだからさ、見返すけど毎回寝ちゃうので、今日もここ来るときに見てたの。でもなんかだんだん眠くなってきちゃって寝た。剣持ってる人出てきた出てきた。え、そ、え、うん、剣持ってる人ってあの長いやつ？そう、眠り姫の。だからさ、一緒にすんなって感じだろうけどさ、好きな人からしたら昔のあだ名が、あのめっちゃ仲いい人からね、あだ名っていうかなんか似てるってか、そう似てるって言われたのが、あの魔王城でお休みのお姫様、髪紫の子がいるんだけど、そう畠山似てるって言われた一生眠いって言ってるから。そう、剣なんていっぱいいるんだよあの時代。だってさ、竹刀持ってる人もいれば剣持ってる人もいるしさ、なんかあのなんか鉄みたいなさ、なんか変な剣持ってる人もいるしさ、なんか剣は剣でもさ、なんとかの型みたいなのもあるしさ、なんかもうわからない剣なんていっぱいいるのよ。じゃあのんちゃんが寝たいときは6剣の8話、いや8話じゃなくてもいい、だんだん進んでいくから。刀つながりで、つながりで鬼滅を見てる。もう見終わっちゃって、全部ちょっと見返してたけど、見たかったところ一応見終わってる。まあ漫画ですので。だってそのかね、覚えようとしてないんだと思う、普通に名前をほえーで見ちゃうから。ランキング読みます。押せない、押せた。では読みます。13位、ジワニさん、ジワニさんありがとうございます。12位が下川美奈さん、下川美奈さんありがとうございます。11位が生姜焼きさん、生姜焼きさんありがとうございます。10位がシンシナ羊さん、シンシナ羊さんありがとうございます。9位がジュリちゃん、ジュリちゃんありがとうございます。8位がムッチーさん、ムッチーさんありがとうございます。7位がジロリンさん、ジロリンさんありがとうございます。5位がムギエさん、ムギエさんありがとうございます。4位がネルプーさん、ネルプーさんありがとうございます。3位が高間顔さん、高間顔さんありがとうございます。すいません2位がハンバーグ同盟12号、畠山同盟さん、ハンバーグ同盟12号、畠山同盟さんありがとうございます。そして1位が青さん、青さんありがとうございます。ありがたわー。ということで終わろうと思います。
詫びタワーでスピだってピを使ってる時点でお詫びと私は受け取りません受け取りません。鼻水大好きだって最悪やだよじゃあハンマーグって言ったらコメント欄6位飛ばしてないだってごめんなさい、誰ですか6位の人。じゃあもうね何回でも読んであげる。6位はあ、ごめん飛ばしたあれ私7位も飛ばした、読んでない気がする、飛ばしたね、多分飛ばした、7位がジロリンさん、ジロリンさんありがとうございます。6位が食パンさん、食パンさんごめんなさいありがとうございます、すいません危な、言ってねちゃんと、飛ばされた人いたら大丈夫、もう嫉妬の嵐、嫉妬してんじゃない、お詫びつってんのに、お詫びの気持ちを感じない言った、よかったじゃん。大丈夫よだって、あ読んだことも忘れてる、いや花との戦いがちょっと始まってまして今ペならいいのかな、だってペならいいよでは終わりたいと思います。ハンバーグって言ったらコメント欄で大好きってやってください、いきます、ハンバーグ大好き、はいありがとうございました、ボイトレ頑張ってきます、バイバイバイバーイ、ありがとうございました、バイバーイ。